オえっ <laughs> モロドラクエ こいいですすただきありがとうございます本日は大の大冒険旧作、えー、こちら見ていきたいと思います。よろししくお願いします、えー、前回ね最新話のリアクションを上げさせていただいたときに、まあ、旧作の方の見ていこうと思いますとリアクションしていこうと思いますとその中で過去でおすすめのエピソードあれば、えー、教えてくださいっていうね、えー、そういう発言させていただいて、えー、皆さんのコメントを見させていただいたらですねまあたくさんのご意見というか、まあ、おすすめいただきまして本当にありがとうございます。ででその中でエピソードの だから見てくださいみたいに見たんですけども、まあ、どれもね本当にいいやつばっかりもうこれまでリアクションしていた中でももう感慨深深かかかっったたやつとかね思い出深い出のが多かったんですよその中から、まあ、今回リアクションさせていただくのを選ぶんですけどもどうやってもね1話だけリアクションさせていただくだけじゃちょっとね僕としてもあこれも見たいあれも見たいっていうのはあったので、まあ、3週4週にわたってくらいねこの金曜日の夜中なんかに、ね、撮らせていただいて配信させていただ いただこうかなと思っております気になるね今回記念すべき旧作の1本目として選んだエピソードは第40話ねベンガーナでの買い物の巻ですねこちら見ていきたいと思いますよろしくお願います <laughs> これ選んだ理由ねももう聞かかなくても分かるでしょ僕がただレオナ姫のねああいう格好こういう格好が見たいだけだよなんか前回確かねこのベンガーナの買い物の時の、ね、コメント見てても時代が変わったから規制が入っちゃったんだなみたいなねコメント頂い,いてたんですよあの当時の見てもらった時のリアクションが見たいみたいなコメントもあったしっていう建前をつけてね今回ねこれリアクションさせていただきたいなと思っております、えー、ただ単にね今4時前なんです深夜のその深夜のノリでねただ見たい だだけけななななのののかももももしれないいいいどそ、まあ、そこは男の子んんでで僕っっっててくつになってもそういったたが見たいんですよというわけでね、えー、今回はまず40話目、えー、こちらね、えー、一発目として見させていただきたいと思っております。えー、皆さんもね、えー、ビデオオンドマンド、アマゾンプライムなどを使ってね、えー、ぜひ一緒に楽しんでもらえればなというふうに思っております。というわけで、いつものね、えー、簡単なご案内さえまして、本編スタートです。 スタートかなこれはははは始まったね、はいはい、はいオープニングからかどっちかなうん、うん、オープニングからあえモロドラクエ」音楽ゲームのこんなにがっつりオープニングがあれあこっから入っていく感じなんだそしてこの曲待ってえ俺ここ知ってるんだけどこの曲のなんでだろう 絵は知らないけどいやここももう分かんないやあそこ誰か歌ってたのかな学校で「君よ」ってとこうーんみんななんか全然違うねタッチが違うといやーこのセルガ時代っていいな味があってやっぱうーん大君がちょっとあれだね少年っぽさよりも男らしさがあるな前の今の今の,今のより前のじゃねえわ。 ヒュンキルはあのカブと取った姿が早く見たいな音楽杉山浩一になってたね作編曲もそうなんだだからあれなんでこんながっつりドラクエの曲なんだね最初のオープニングのさ数秒あもうマームもいないしあポップも今どうなるのかわかんないしゴメちゃんもねどんな声してんだろうねいやいろいろとあれだな楽しみが多いな ここも聞いたことある気がすんななんでだろうどっかであれなんだろうな聞いたことがあるんだろうな俺いやオープニングすごいなんか懐かしさを感じた勝手にだけどあザポエラ <laughs> ザポエラあんま変わんないねうんこのナレーションから入ってくるのねいやハドラーはあれだねちょっとこっちの方が凄みがある感じがする うん,うーんまさにあれだいや話もあれなんだけどさ各キャラの絵柄がちょっと拾っていくのがいっぱいあるんだけどいやポップそんな声なのねけど結構似てるかな声今のにちょっと似てる感じすらここねてかもう音楽も全般がドラクエじゃない ねえ聞いたことあるのばっかりいやーこんな別れ方したんだしさいやこれ見といてよかったわもうポップダメだよね死んでる場合じゃねえからレオナ姫生き返らしてくれよマジでもう生き返る前提で俺はあれだよ前回リアクションしてたからねうんあそうか機関錠動いたからねああそこだ うわえクロコダインもう声そのまんまじゃないってくらい似てるわいやヒュンケルめっちゃイケメンこっちでもこっちの方があれだねちょっと昭和感があって顔が濃いねうーんこの祈願城はあれかな駿河湾とか渡れちゃうのかな <laughs> 何言ってんだろうね <laughs> あベンガーナ来た来た来た この声がかかもしかしてちょっとあれだね今の声とはちょっと違うねいやねこの音楽も聴いたことあるんだけどやばこんな本編であれなんだゲーム使うんだなんだこんなになってたっけあっちでもなんて書いてあるんだろう後ろ「タラララララ」 あー懐かしいなんか大君大君の声はだいぶ違うねこれあれかなあのあれやんのかなまたあの頭にさ前やってたよねああ来る来るんじゃないいやあれ持ってくるかなそれともやっぱ時代的なあれで変わってるかな いやどうだろうああ一緒 <laughs> いやーそんなの勇者が使ってたらかっこ悪いじゃん。え今のあれは何豚っ腹の音は誰ポップもしかして <laughs> いや出せえいつ見ても出せえこれは。どんな書き方してもダサいね。<laughs> いいな言い方。<laughs> うーん。 いや、物語ほんとそのまんまだねいや全然遜色なく見れるんだけどいやーもうポップとほんと大君のこういうやりとりがまた見たいないや鋼の,の剣はいいんだよこっちよ前回もうこのパプニカのナイフなくなっちゃってさどうなっちゃうんだろうねやっぱあれかな バランの剣あれもらう流れになんのかな、うんレオナ姫ああレオナこんな声なんだね <laughs> ちょっと待って結構際どいねお姉さん三賢者のちょっともうあとちょっとで見えちゃうよこの時代けどあれだよねパンツとかおっぱいとかも OK な時代だった気がする見えてもうん取るんだねやっぱそれね いや全然いいなこの頃のレオナもあそうだそうだあったね他の二人も <laughs> いやみんないるじゃん相変わらずねえてか音楽超ドラクエもう何回も言うけどいや <laughs> 懐かしいなちょっと前のストーリーなのに。 レオ姫の表情いやーレオナもっと喋ってほしいないろんな声が聞きたいなうんいいよいいよいねい、この人にも喋ってほしいな名前出てこなくなっちゃったもう最近見ない間に悔しいなんだっけマゾッホじゃなくてうーんそうね あれマゾホで会ってたいやマゾホは違うあのあれだ魔法使いの人だわうーんこれであれだねベンガーナにいや可愛い,いねこっちのレオナもレオナでいやー早くこういうまたやり取り見たいね大君とレオナの <laughs> 怪やしい うん自分がねみんなに生かせずにうんそうかまたリフ出てくるんだっけああああああいやーちょっと待ってもうこっちの声でも全く分かんないわもう今の声が思い出せないくらい <laughs> 今のあの豚っ鼻みたいなんだろうポップの癖なの うんこんなのそういえばあったなうんそうかそうかこんなんあったわなそういえば結構大事なシーンだったんじゃねえか今思うとそれを旧作でさ改めて知るっていうおい いやだから本当にねアバン先生はとんでもない子には教えたよねすごいエコーかかってんな声がああここここここよマトリブスのあのねオリジナルの装備みたいなここら辺はいいんだけどもああ来た来たベルトあれあれ <laughs> いやこの音楽も聴いたことあるし <laughs> 細かいねアドリブみたいなセリフがうんここら辺は良かったんだよねこれもねはいはいこれこれですよこれ確か外れないんだよね呪われててうーん うーんこのことがこれがあれだよ多分ドラゴンの騎士としてのあれのこと言ってるんじゃないマトリフさんすでにあそうなんじゃないかないや旧作で分かることいっぱいあるねいやー だから人間とドラゴンの騎士としての狭間でいろいろ思い悩むことがあるからっていうのがあっての今の一言なんだろうね。おあれここでこんなんあったっけもう。デパートでじゃなかったっけ違うか。<laughs> もう外れないもんね。相変わらず鼻水はね流すね。演出はちゃんとあるんだね。がっ,っつり呪われてると思うわ。ん うん、あもうそれだけそれだけかあこっちの方があれだね大君ちょっと女性らしさがあるな声優さんの少年っていうかあそうだったねそんなだったねてかレオナ姫の露出こんなあったっけ今 あんなスリットから見えてたっけ中になんか着てたっけいやこのままだったかうーんそこでの着替えが見たいんだ俺はそのためにこれ選んだんだてか今泣いたねあゴメちゃん全くわからない <laughs> いや顔 <laughs> レオナ姫の顔 うんそうだそうだいやーこれ音楽がなんかすごいいい気がするいやーこれもうさこっちの話はこっちの話で普通に楽しめちゃうんだけど。<laughs> あああキャッチああこういう感じなんだねでポップもやるんだいやいやいやこれ起ないきちゃうんかいえー、マームかと思った今の流れはうーんこれこの後もあれかなみんな出てくるかなここの面々バランス戦終わった後 なんかすいませんなんなか旧作と今のやってるのと話の感想がいろいろ混ざっちゃっていやーこれでねこのあとまさかあんな大変なことになるなんて今だってさもろバランス戦が起きてさこの人たちは待ってるわけじゃんレオナの会りを。 あーポップねこのあとそうだった一瞬乗ってないんだもんねあっちだと確かそこに張り付いてなかったっけいやなんか途中から来たっけルーラであれもう結構忘れてんな俺いや2人で来たかったんだよねレオナはねいやここでさもしさポップがついてきてなかったら大変なことになってたよねいやついてきてなかったらポップは死ぬことはなかったとも取れる あ、いるよね。いた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 。ほいた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 。ほら、<laughs> これよ<を笑>。言わせておけばって言っててもう流しちゃってんだもんね。当たってる <laughs>。いいね。いやーなんかいろんな感情で見れるわこの絵がそのまさにバラン編突入の前のお話だったからね。 これ選んでよかったなエロ目的だったけど <laughs> エロ目的って言っちゃったようんなんかここに来ちゃうわけだからねもうねこんなのどかだったのにさお話いやほんとそのまんまだね <laughs> ポップ <laughs> いやーポップの扱いは変わんないねであれだよねこうやっていつも「姫さん」って呼んでたのにポップ最後に「レオナ」って言ってたんだよねうん大君こんなによく見てたのにね記憶失っちゃってさ <laughs> い,いけるこれがあったから逆にメルルとかともで「あメルル出てくんのか?」ってことはあのババアと一緒にいや旧作見んのも面白えなマジでうん変わらないねこんなかピーいいなピーちゃん ピーちゃんじゃねえゴミちゃんで、ね、ごめんねピーちゃんって言っちゃったよピーちゃんはランマだなうん、来るぞ来るぞよいよお楽しみのさあさあ,あエレベーターねはいはいはいこれすごいよね <laughs> これは確かにもう何も知らない人はこうなるよね うん <laughs> エビベーターわかるわその間違え方エスカレーターとエレベーターわかんなくなっちゃうのはあれだけど前もなんかリアクションの時こんなこと言ってたかもな100倍ああこれ買っちゃうんだよね <laughs> ごめんそう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 で結局さこれほとんど使わないっていうわざわざサレオの姫がさ 自分の服食ってくれたのにねうん早く試着はよいや王女様だしねうんいや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 この着替えどうなるかなあ <laughs> いやこの二人のやりとりがすごいなんか胸にくるわ、うん、これなんだねこっちでもね、うん、この体格差を見てから言えよっていうね大君さどう考えてもサイズがさ違うじゃないあ大君の試着かまずはねうんうーんくるあっ やば、えー、超露出やば <laughs> いやーいいねもうこれでいいよレオナこれで決定だったもう大君はたまんねえじゃんだって今ともうここはもう分かってたからいやそれをよくお似合いっていう店員さんもひどいよね それでさ調子乗っちゃうの違うかもね全然えレオナ姫えこんなのもあったんだあこれはまあもうあれだね着ぐるみは大君の反応がいいねあでこれで収まっちゃうわけだからねうんじゃない ねえこれじゃなかったよいやあのレオタードか最初のでしょうどう考えてもいや昭和のやつなんだし見してくれよそれでいや大君本んに無駄だよこの買い物いや分かってんなら返品せいや安くなっちゃうけどさドラクエルールだとうん ドララゴンキラーかここ,で、うん、ここでこれ買ってなかったら素直に買えたんだけどねドラゴンキラーねうん来た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 うんこれどこまでやるかなラストこのお話 メルル出てくるかな値段がないんだよねなんかセりみたいになったもんね確か,かあの人と争うのかまたうんなんか大イ君の声はあれだなやっぱ違和感が残っちゃうな今の大イ君の声がすごい染みついてるわ <laughs> なんかこのモブの感じもいいねこの時代のなんか絵柄でこれでまたねレオナがあれこんな流れだったかそっかあ来た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 ウェルルババア <laughs> いや口調 <laughs> いやーメルル喋んないかな早くうん来たあーこんな感じなんだねメルルねあーけどメルルらしいね紅色だねあー行っちゃったいやこのメルルがポップとねまさかね うん、ポップ <laughs> そのメルルはポップのことを思ってくれるんだよ <laughs> いやーこのあとルルの活躍このあとどうなるんだろうねあそうだそうだ予知予知してたね。 めるるはあれなのかなこの先さ今のエピソードの方でもパーティーメンバーでずっと一緒についてくキャラなのかななんか戦えないしイメージ湧かないんだよねバランエンだけのキャラなのかなめるるってでくるんだねみんなはい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 なんだっけギドだっけ <laughs> 意地ねここはお姫様のうーんうーんおしゃれな入り方あ終わっちゃうかなこれもううーんいやこの絵柄かっこいいな味があるねやっぱ作画にさセルだとあエンディングうーん いやいやちょっと待ってエンディング飛ばないようにしないとオッケオッケああんかいいねこのエンディングなんかこの絵といいさもう冒険が終わったあとみたいな感じがするもうすべての旅が終わった後の部屋みたいな今の。 あ、マームとミナがみな、うーん、まあまあ、まあ、そうか、そうか緑ひ光、る。はいはいはい、銀河万丈さん、銀河万丈さん、のクロコダインが、はい、お聞きたいねもっと、もっとちゃんとしたさ、さっきちょっと一瞬あったけど、あのシーイキャッチで。いやー、曲音ってないね、今のやつに。うーんー、アバンんの印な。いや。 いいすごいいいんだけどこの曲えー、やっぱ曲は昭和もいいよね昭和らしさがあってこの当時の曲のさ作り方って今できないのかな妙におしゃれにしちゃったりするじゃん特に今の深夜アニメに言えるけど昔はねこの歌詞の中にさ普通にタイトル入ってきたりしてさあれが逆によかったけどね アバン先生もね声聞きたいねアバン先生も見てあげるから必ず待っててねアバン先生いやいい方くないエンディングもオープニングも普通にいいんだけどこちら現場ですそんな感じなの実況的な感じなんだねゴメ <laughs> ちゃんが何か <laughs> うーん こっから始まっていくわけだバランのお話が。はいというわけで今回旧作見させていただいたんですけどまずオープニングとエンディングのお話からさせていただこうかなと思うんですけどもまずオープニングを俺どっかで聞いたことありました。まず最初のあの「入りねドラクエの曲から流れたからええー、と思ったのあれでさもしかして曲できんのみたいな。 けどそんなことはなくあそこから繋いで昭和らしい曲というかそういったものが入ってきたわけなんだけどもあの最初の A メルを聞いたことありました多分あの誰かが書いている流れの中でごっことかやってる中で歌ってる子がいたのかななんか記憶の片隅にあるんだよね で今のオープニングとエンディングもちろんねもう聞きなじんでるし好きなんだけども今回1回聞いただけでこのオープニングとエンディングがめっちゃ気に入った <laughs> むしろ今のオープニングとエンディングそして今回のオープニングとエンディング1回ずつ聞いた感じだったらこっちの方が好きだったかもしれんそれはやっぱこの時代にしかない味みたいなのを感じたからなのかもしれないですね自分がねこの世代だからそれとさっき言ったようにちょっと残ってるっていうのもあるのかもしれないけどねで、まあ物語 のお話に行きたいんですけど、まあ、その前に、まあ、杉山浩一さんがめちゃくちゃこの作品関わってるっていうところがあるんだろうねもうめちゃくちゃドラクエのさアニメじゃなくてゲームの曲が流れるじゃんそれがまた僕もなんか久々にさある聞くからさ懐かしく感じさせてくれたわ声優さんの方のお話になるとポップでナヒ姫マーブラ編はもう全然違和感なく聞けました 違和感が一番あったのは僕の中ではダイかなダイはなんか今のダイの方がすごい印象が強いのかなこっちのダイってちょっとガラガラっていうかちょっとしゃがれたっていうかごめんねそういうのを批判するつもりはないんだけども、まあ、少年らしさを出すために多分そういう声優さんを起用してると思うんだよねでそこら辺が多分今見てるダイくんにはないと思うんだだからそこら辺でちょっと違和感を感じたっていうねあとは祈願城とかねアイキャッチで聞いたクロコダインさんの声はめっちゃ良かった ザ・クロコダインって感じでヒュンケルはちょっと少なかったんであんまり思い出せないんだけども絵柄のタッチは相変わらずいい男だねなんか昭和なタッチだからこっちの方がさまだ濃い感じがしてそれはそれでありだったわ物語の進行都市とほんと遜色ないっていうかさ全く一緒じゃんの頭にはめる話といいさ あのドラゴンキラーといいメルルもちゃんと出てきてねあの潮らしい感じあってさで何よりもやっぱあれだよね僕はずっと待っていたあのお買い物のお着替えのシーンねあそこがやっぱこっちの方が全然過激な衣装だよねあそこまでの露出は今できないよね子供向けの時間でやってるってのもあるかもしれないけどでさっきリアクションしてる時にも言っていたと思うんだけどこの時代ね今1991年作ってなってるけども多分アニメでもおっぱいは出て OK な時代だった気が するでリアルに書くのはダメだけどちょんくらいのね感じの表現はありだった時代だったと思うんだよねなんせ僕の時代の人ならわかると思うけど夜中に「ときめきしナイと」とか「ギルアンシュナイト」とかやってたさそういう時代じゃんアイドル大運動会で騎馬戦でおっぱいポロリとかさ全然アニメでも多分おっぱいは出せた時代だと思うんだ、まあ、だからといってあそこでね、まあ、レオナ姫がおっぱい出すような、ね、服着るとは思えないんで、まあ、あれが最大のね攻め具合だと思うんだけども まあ、今の時代と違うね、まあ、衣装が見れて大変良かったです。で、まあ、違いとかね、そういったものだけじゃなくて、改めてここでバラン編入る前のお話としてね、このお話を見たんですけども、ちょいちょいバラン編に入る前の伏線としてね、ああ、こういうこと言ってたなっていうのがね、あの、マトリフだったり、まそういった部分で改めて思うとこがいっぱいあったね。まあ、あとは、ダイ君とレアナ姫のやり取りだったり、このポップとダイ君のやり取りだったりさ、まあ、早くもう一回見たいな、みたいなのをね、なんか思い起こさせてくれるような感じにな なりましたね、旧作を改めて見ると、まあ、過去のがね今のとあんま変わんないから改めて気づかせてくれる部分っていうのもありますねあとはエンディングの時にも言ってたけどアバン先生の声とかも聞きたいしハドラーのしゃべってる声も聞きたいしあとは全然出てきない敵の軍団長系の声も聞きたいじゃんザポエラも声は出てなかったからさまたそこら辺を拾える回で見ていければなというふうに思っております はいというわけでね、えー、今回第2の大冒険9作見させていただいたんですけども、えー、皆さんのねこの懐かしのエピソードに対する感想だったり僕のリアクションに対するコメントなどお待ちしております。以上動画つがお送りしましたしババイバイ